南西側で入口駅ホームより、馬橋方面を望む駅ホームより、流山方面を望む改札口ヒレヶ崎駅は、千葉県流山市大和ざひヶ崎朝宮の後にある、流鉄流山線の駅である。駅番号は、RN4。1974年のヒレヶ崎駅付近。中央は、国鉄南流山駅あたり駅は、 その名前の由来が旧世紀の伝説にまで遡るヒレが先集落内に位置する。1980年頃まではこの付近一帯において唯一民家の集まる立地であった。単式一面一線単式ホームを持つ地上駅である。ホームと駅舎は線路の西側に設置されている。駅舎には改札口、出札口、自動券売機が設置され、駅で入り口は 駅舎の北西側と南側の2カ所あり、北西側で入り口はスロープとなっていて、小さな駅前広場があり、南流れ山、ひれがさき団地方面につながる道路に接続している。2019年度の1日平均乗車人員は596人で、ある。近年の1日平均乗車人員は、下記の通り、大和ひれが先朝塚の腰台周辺古代から人の、 住んだ地域でもあり、埋蔵文化財も多い。南側では、千葉県道280号、白井流れ山線が走り、駅と小規模飲食店や商店が隣り合っている。一方、北側には商店の他農地や森林などもある。北西側も古くからの農地や森林が広がる地区が、残っていたが、一部区域が、西平井、ひれ地区と地区各整理事業並びに、 運動公園周辺地区と地区各整理事業区域となっている。これに伴い、ひれが先三本松古墳や思いの森などの貴重な文化、自然遺産の多くが破壊されてしまうことが危惧されている。駅東方には1970年代までに作られた一戸建ての住宅団地、ひれが先団地が広がり、 北東方には1967年開設の東洋学園大学流山キャンパスと1975年に分譲開始された一戸建ての住宅団地、宮園団地が南西方には1969年から始まり1980年代までに建物が立ち並ぶようになった南流山の土地区画整理事業地が広がる東洋学園大学流山校舎。ありがとうございます。